はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。北信越探検隊、隊長のかっくん、隊のかっくんと副隊長の宮野です。また恒例のね。恒例の北関東座談会ですか。座談会。13回目かな。おお、すごい。になりました。13日の日曜日、まあじゃあ別に13回でも多分ね、話すことはそんなに。最後の晩餐らしいから、思いついたことをどんどんと、話題が多いのね最近ね、うん、話題多いです、まあ、いつも同じことがずっと続いちゃうんだけど、うん、解決しないことが多いからですよね、うん、そうね、山積みになってきます。そうで、こうなんだろう、政治的に大きな問題が出始めるとスピンニュースとかね、スピンネタが増えて芸能ネタが増えるんですよ、うん、で今回も広瀬、広瀬涼子と長山健人、大麻ね、綾と健人だった気がすると、うん、まあその方の大麻問題がバーンって出たけど、うん、なんかあれは芸能界の中のジャニーズネタ潰しかなと俺は思ってんだけど、確かに、ね、それもあるかもね、うん、なんか今度タッキーが事務所、うん、作ってそこにジャニーズ辞めた人が行くって今日もう載ってましたよ、うん、だからさっきは上手だったと思うの、うん、ね、うん、ジャニーさんがいろんなテクニックをこう教えてもらってもう小学校の頃からなんか人をこう選ぶっていうのをやってたみたいでね、へ、後取りにしようってずっと思ってたみたいなんですよ、そのタッキーのこと、うん、でそれで副社長だったんだよね、あの人ね、うん、で辞めて自分の事務所を最近作ることになって、うん、でそこにジャニーズにいた人が入ってくると、だからジャニーズはもう終わりなんでしょうね、うんうん、まあ名前が変わって、ジャニーズはもう俺昔からね、うん、噂の真相とか、ね、うん、やってて、うん、もうカルト絡んでるし、うん、なんか CIA も絡んでるし、うん、なんか反社絡んでるし、反社絡んでるし、もうまあ芸能界の象徴みたいな、真っ黒ですよね、うん、真っ黒でしょ、うん、で象徴やね、うん、芸能界のね、うんうん、そういうペド関係も、うん、ね、うん、すごく、そう、その男色だけじゃない、うん、もうもっと本流の本流をね、本流があったはずですよ、うん、そのバックがもう真っ黒だから、うん、結局さ、こういう問題が表に出ても、うん、結局ね、なーなーでまた終わっちゃうんですよ、いや、本流の本流のなんていうの、女子アイドルを、枕、うん、枕のように出すというところは静かだね、まだね、だから本当は、なんだろう、昔から言われてるけど、有名なね、歌手にデビューするときには必ず作曲家の先生にそういうことをされるとか、それからおにゃんこクラブが出てからはね、必ず枕営業に行ってたとかね、うん、そういう話が、うんうん、まことしやかに、まあ、週刊誌に書かれるのに、もう結構もう何十年前にもうそういう噂を聞いてましたよね。そうだよね、あのアイドルは、ね、あのアイドルはね、とか、うん、そういうことはなんかほら、男色の場合だと珍しいからさ、うん、こう騒がれるけど、その普通の女性だともう話題にもなんないんですよ、うんうん、まあ、普通すぎてね、普通すぎて、それは大体繁華街に行って飲み屋街っていうところには必ずそういうのが目的だし、うん、まあ昔のね、うん、政治家の先生たちはもう2号さん3号さん持つっていうのが当たり前の世界だったから、うん、そうだよね、社会的にもう悪って思われない部分があったのね、おめかけさん持つのは男の解消だみたいな、うん、女の人が男のおめかけさん持っちゃダメなんだもんね、うん残念、昔からそういうのあってね、あったね、そういう美和子さん持ちたかった、そういう世話係みたいな、その一人がガーシーじゃん、そうそうそう、ガーシーがそういう、うんうん、ね、当てがってたわけじゃん、うん、でそれを今暴露して人気出ちゃった、なんかあの人捕まったら今度新しいなんか人がちょっと言ってましたね、ガーシーのこと、ガーシーとか、はい、誰だっけな、うん、あの元ガーシーももう反社とすごいつながりあるから、うんうん、で今俺が追っかけてる立花も、うん、もちろんガーシーとね、あ、だってあの人がだって、あとホリエモンとかと一緒になって、うんうん、ガーシーを使って、うん、三木谷の暴露して、うん、ね、潰そうとしたりとか、うん、もうね、北
い動きいっぱいあるんですよ。うん、うん、でもまあ俺今個人的に立花をかけてるけど、うん、で今立花に関してもネット上ですごい盛り上がってて、うん、いろんな情報出てねやってんだけど、もっと俺本質は裏の方にある気がしてね、うん、それこそまあジャニーズ問題にしてもそうだし、うん、統一教会とか、うん、ああいう問題もそうだし、うん、全部だから繋がってくるんですよ、うん、そのカルトとか。なんか最初ほら N 党 NHK をぶっ潰せっていうので N 党出た時に、うん、あの人たち芝居して俺たちに儲かんなのかって言って どっから千葉の駅前かどっかで乱闘してましたよね、うんうんうん、やってたやってた。でその乱闘がなんかもうプロレスなの見てて、うん、あれ N 党と何でやってたんだっけ、日本大と、あ、サラなんとかマウント、ああサラだか財布なんとマウント、うん、あれ、うん、あの人たちってかな、その時やってたのは、いやあれ、ね、財布フラじゃないよね、時代とかね、あの大げさ太郎とかね、うん、あそう大げさ太郎かもしれない、菅のグループですよ、あれが、まあ、N 国にこう嫁ってって、うん、選挙演説邪魔して、うん、そうでなんか本気でこう殴り合いしてるように見てたけど、うんうん、でもやんないもん、怪我したんやんな、そうそう大げさ太郎がね、まあ、ずっと裁判やった王さん裁判や、今もやってる、あ今も裁判してんだ、うん、まあでもプロレスみたいなもんですよ、うん、だってその王さんはさあれでしょ、あのなんだっけ香港でもだっけ、うんうん、とかにも出没してたでしょ、うん、だからあれはだから左っかの工作員というか、うんうん、まあ下っ端だけどね、うんうん、であのまあもうホイホイグループですよ、だから、うん、あホイホイね、でもそのさ香港デモにさアゾフの人も来てた、うん、アゾフ、うん、そうですね、うん、そうそう、だから結局、まあ、香港のデモなんかもう完全に、うん、もうソロスとか、うん、ああいうやつが金出した、うん、あれイエローベスト、そうイエローベストと一緒で、うん、で結局さそこにやっぱり統一なのね、統一の分派のサンクチュアリー、うん、が全部そこの裏方に、うんうんうん、そうよ、いるでしょあれ、もう全部そうだ、サンクチュアリーはもうイコール統一だから、そうだよね、うん、うん、資金提供がされてるわけや、そうなんだ、そうそう、市民運動を先導できるんだ、うん、ああいうとこしかないんですよ、そうでしょ、ああいうとこがバーッとやって、なんか今日本にそれを仕掛けてる日本国民にね、うん、特にその若い人とかそのついてってる人とか、うん、その人たちにこのままでいいのか立ち上がれとかね、うん、もうそういうのがものすごく感じる今は、うん、で日本でもたまにほらそういう団体できるじゃん、若い、うんうんうんね、うん、団体、政治団体みたいなのがシールズみたいなね、まあ、ね、そう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 、うん、でまあ芝居期待とかもそうだけど、うんうん、あんなんもう全部、まあ、そうそう裏がありますよ、そうだね、だってシールズなんかね、うん、安倍のあ友達の子供なんじゃんの人、うん、全部の一緒なんですよ、うん、そうそう、それがあの右のフリしたり左のフリしたりやってるわけなんですよ、そうそうそう、いやそれをね、だから俺で立花の前はホイホイをかけてたけど、うん、もうホイホイ今ちょっとなんか打たられて元気ないから今ちょっと放置してるんだけど、じゃあ今左から右に、そうそう、左はちょっとほっといて今右の方の、まあ、結局ね同じところにあの繋がってるんだけど、ね、そう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 、左も右も上は一緒だって、そうそう、だから立花を追っかけていくと、うん、もう完全に幸福の、あ、ハッピーな人たちね、ハッピーサイエンスよ、ハッピーサイエンスにぶち当たるわけ、うん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 、まあでも6年前からあの刀振り回すおじさんいるじゃん、うん、うんうん、刀振り C さんね、ちょい、あ、あったもん、あ、はいはいはい、うん、サングラスして帽子かぶった、あの人の お父さんかおじさんでしょ、のぶとおい声で喋る人、のぶとおい、あのあれとコラボして、うんうんうん、6年前 やってたね、うん、やってたり、見た、でハッピーサイエンス の、うん、あの中心人物と、うん、もう同期の桜一緒に合唱した時見ちゃったよ、んなんか今ちょっと虫が見ました見ました、でもバリバリのもうハッピーなんですよ、バリバリのハッピーなんですよね、サイフララがもかわそう、サイフラが、ね、絡んどったよね、演奏が入った時も、うんうん、サイフラも幸福だって自分で言ってるし、うん、えうん、でね、うんうん、俺が今追っかけているあの N 国の、司法書士さんとかいるんだけど、うんうん、その人の家族もハッピーサイエンス、ハッピーだね、うん、だってさハッピーの人がさほらあのハッピーのさ人でさ、うん、宗教家って言ってる人いるじゃない、うん、あの人しか本当のこと、あの人があんなにほら
あのウクライナ問題の本当のことをずっと話し続けられるのが不思議ですよね、うんうん、だってあの人ね、あのハッピー、うん、ハッピーのね、あのあれでしょ、うん、あの自称宗教家ね、うんうんうん、大元といえば藤原的な存在なのかな。いやだからその司法書士さんの昔の動画を見ると、うん、そのハッピーハッピーの教祖の息子さんいるじゃん、うんうん、あれと、まあ、一緒にもうワイワイ騒いでる動画あるし、あ、うん、でその司法書士さんのお父さんは N 国で立候補したり、うん、ボランティアで、うん、仕事したり、うん、もうバリバリの繋がりあるんですよ、うん、なんか偶然恋人ですなんて出会ったみたいなことを立花言ってるけど、もう完全に送り込まれてるわけですよ、うん、もう、まあ、周り全部そうです。で、今いろんな立花いろんな悪いことやって批判されるのにあんだけ信者がいるじゃない、うん、あれ全部だから、だからそっちから回ってきてる、それが全部信者さんなんだよね、応援してるだけ、うんうんうん、我々は、まあ、前の動画でも多分流したけどさ、うん、カンツル湖の子供が多かったと思ってるからね、うん、私が勝手に思ってるからね、まあ、ハッピーとツボはもう一緒だよね、一緒、そうそうそう、だってあれだけ顔似てるし、うんうん、あの儀式の時の格好も全く同じなんだもん、うん、テーマも絡んでるし、うん、あの辺全部絡んでるんですよ、うんうん、で今の立花の関係で青汁王子とかね、はいはいはい、今なんか裏でいろんな悪いことやってんじゃないかって言われてる、うん、なんか Z トリーとかね、うんまあ、あの辺もなんか全部、あのね、言い方変えてるだけでその煽りの人たちなんだよね、うん、多分、うん、あの例えばホリエモンみたいな少し頭良さそうに見える人たちは、あ、高卒のホリエモン高卒だっけ、まあ大学中退だから、そうそう、高卒だ、まあ、あのね、ホリエモンのファンとかその青汁のファンとか、うん、あと真ん中の金髪と黒い人の毛の人いたよね、うん、のファンとか、うん、こういろんなと顔を見せてるけど言ってることは後ろがつながってるから、うんうんうん、ね、こうそういう勧誘なんだね、裏にいるやつは本当は顔出さないんです、そうだね、うんまあ、表出るのは立花であったり、うん、青汁であったり、うん、あの多分その最初の頃言えばその大元から成長の家になったり、うん、こう分かれてきたじゃないですか、うん、でもそういう宗教がどん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 ほら、あれ3世ぐらいになって廃れちゃって、うん、そうするとその人たちが新しいそのハッピーであるとか、うんうん、そういうふうに作ってこう変えてみたけど、例えば本当その大元になるんですよ、うん、大体、うん、そうそう、あの統一にしても、うん、ハッピーにしても、うんうん、あのそういうスピリチュアル系の中でもそういうこうなんだっけ、シャンティ、ちょっとあんま知らないかもしれないですけど、うん、シャンティフーラとか、うん、シャンティフーラね、もうとかそのシリカ神体やってる人たちとか、うん、あとあの頃ね、矢の地とかみんなその人たち後ろ同じなんですよ、うん、だからね、なんとかの三宅とかになっちゃうのね、なんとかのエリとかね、うん、だから結局なんかこうなんて言うんだろう、裏宮内庁って言ったらいいかな、手を変え品を変えてるけど、うん、結局やってることはあの間違った方向に誘導し、ご誘導の、うんね、ご誘導の煽りだから、うん、で一言で言っちゃうと天皇陛下万歳のグループになる、それありますね、うん、それで、うん、終わりだね、そうそう、うん、そうそうそう、だから守ってるの、まあ、N 国のあいつら見てメンバー見てても本当完全に天皇万歳で、うん、あの民間の安倍万歳なんですよ、うんうん、そうそうね、国会で共産党の悪口言ったり、うんうん、だってハッピーの人たちそうでしょ、ハッピーは安倍政権と全く同じ、完全にもう右側なんですよ、うんうん、まあ、そっちをまあそういうふうにやれって言われてんだろうけどね、うんうん、だからあの馬淵さんだっけ、うん、あの人もそうじゃない、最終的にいつも中国の悪口言って終わってもそうそうそう、だからまあなんかいいこと言っても最終的にもう中国がとかそう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 、だからから及川さんもだから結局そうです、ねうん、ウクライナのことばーっといいこと言ってるけど、最終的には宗教が中国側なんだよね、そう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 、だから、うん、あのね、本当のことを言いながら偽情報をどんどん入れるっていうのが、うん、ほら、うん、いつもの手じゃないですか、上等手段、そうそうそう、うん、
そうだから俺、まあ、立花のあれ見てて、まあ、今ごちゃごちゃしててね、うん、だ結構後ろの方だから、まあ、CIA とかいると思ってはおる、うんうん、CIA がいろいろやってて、うん、で、まあ、去年ほら安倍がね、うん、あんな形で、うん、暗殺されたことになってる、うんうん、で、まあ、電通の人間が捕まったり、うんね、あ、そうですね、オリンピックで、うん、で今ね、だからちょっと CIA の力落ちきてんじゃないかと思って、いや、あの、多分今あの北朝鮮にロシアからなんか石油の輸送がまた3年ぶりに再開したらしいんですよ。ということはその3年ぐらい前の前は南北統一の頃の話がまだ残ってる頃 で、うん、でそれはバシッてなくなったじゃないですか、うんうん、でそれは今もないんだけど結局はその KCIA っていう人がこう統一をやめさせて、うん、で今またこう再開したってことは KCIA は相当弱ってんだろうなって感じますよね、うん、だ今だから、まあ、プーチンがまあ今頑張っててで、ブリックスで今、うん、すごい力がだんだんほら増えてきて、うんうんうん、もうブリックスの人口的には多いからね、今はるかに140カ国ぐらい、うん、あのプーチンが、うん、70何パーセントかね、そう、世界の、うん、そう、西側とか言われる、うんうん、ね、NATO とか、あれ、あれよりも完全にもうブリックスの方が多いからね、だから勢力今、うん、まあ多分こうはあの逆転しそうですね、完全してる、ね、うんうん、だからあれでしょ、そのこ今回なんだっけ、あの経済フォーラムや、ああサンクトペテルブルグで経済フォーラムやってるのね、毎年やってる、ロシアも毎年ね、うん、で去年まで一昨年までか日本も出てたみたいな、うんうんうん、去年から出てないのかな、もうそれにもあの出るなと、うん、あのそういう脅かしと制裁とアメリカから出るなと、もう全国、うん、全国国 全世界に、うん、そういう脅かしが言ったそうですけど、うん、だから今岸田がまだね、うん、まあ、へなちょこだから、うん、まあ、絶対ノーとは言えんね、ノーとは言えないでしょうね、もっとね骨のある政治家出てきたらカラッと変わる可能性もあるよね、うん、まあ、希望的観測、希望的観測としては出てきてほしいですよね、うんうん、まあ、いつも言ってるあれだよね、なんだっけ、国連の敵国条項の問題をきちんと言えて、うん、アメリカからもう独立するんだという政治家が出てくれば、うん、コロッと変わるよね、うん、そうそうそう、それはちゃんとしてその山本太郎もいいんでしょうけど、うん、もうちょっとに人数が多いとこがいいな、そう、敵国条項と、うん、あともうロシアとか中国とちゃんと安全保障のそこちょっとやっちゃう、うん、やっちゃえば、うんうん、だってやろうともできるんだから、そうなんですよ、ね、あんな、うん、首脳が行けばいいんだから、一応ほら声明も出しゃいいんだ、世界的には日本は独立したことに見られてんだから、うん、そうそうそう、だからやっちまえばいいんですよ、自由なんだから、うん、でもブリックス入ったっていいんだから、だからプーチンみたいにさ、あの人は上手だなと思ったのは、うん、ウクライナ紛争でそのほらドル決済からあの人たちで外されて、うん、でドル決済から外されたから、うん、私たちはもうドルは使えないから、うん、じゃあ元使いましょうかねとか自国通貨使いましょうかねっていうふうに、あのこうそうされちゃったらそうなったんですって、なんつうんだろう、本当にその弱みをこう自分の強みにできるっていう、うん、逆転の発想みたいなのが日本ってないでしょ、うんうん、それが下がってるだけやもん、そう、根性が違うね、根性が、あれ、うん、サハリン2の権益を、うん、三井商事と、あ、ん、三井と三菱商事で持ってるね、うん、三井物産と三菱商事か、うん、まあ、民間外交として、うん、でそれまだやってるから、うん、で結局権益取り分ありますからもらえますよっていうことで、ロシアからお金を、うん、今まではドルで支払ってたらしいんだけど、うん、今年はもうドル使えないから、ロシアも、うん、ロシアはね、じゃあ中国の元で払いますよって言って元で三菱と三井に払ったらしいよね、うん、で、ね、まあ権益だから、まあ、何十億円か何百億円か分かんないけど、でも元でもらって元でもらってるらしいから、うん、で結局三井にしたって三菱にしたって、うん、一番の貿易国が中国なんだから、うん、元でもらった方が都合がいいんだよね、うん、ドルなんかでもらって、うん、ドルからわざわざ元に変えたり、うんうんうん、日本に変えたり、うん、日本円に変えてね、うん、1ドル、まあ、逆に変えるときはいいのか、うん、140円になるから多くなるけど、それ支払うとき今度、うん、ね、目減りしちゃうわけで、うん、それだったらもう元でもらって元で払えばいいんで、うん、まあ、そのそういうことやったんだ ね、ドルがプーチンはね、そうそうそう、基軸通貨になってるっていうことに当たり前感がありすぎて、うん、誰も疑わないじゃないですか、うん、
だからそういうことをニュースで言えばいいんで、うん、でも出してはいるんですけど、ネットニュースだから全部が、うん、でね、ちょっとそれ原で原中国と日本の貿易ってどうなってるのかなと思ってちょっとググったら、うんうんうん、2012年の民主党の最後の年に、うん、原で取引することに決まってるんだ、うん、まあ原で取引してもいいよっていうことだ、うんうん、だからドルを使わなくても、うん、よかったんです、うん、で多分それがね、民主党が潰されて一番の原因じゃないかと思ったの、うん、その時に、うん、多分そうだよね、で、あんなあの五臓五弁の芝居を、うん、まあ、打ってさ、うん、安倍に前乗しちゃったっていう形にしたけど、うんうん、あの時やられたと思うんだよね、結局その日米合同委員会がものすごく待ったをかけたんですよね、うん、そう、だから田中角栄がね、中国ピンポン外交で国交正常化した時にこれやられたと同じように、うんうん、まあ野田もやられたと、うん、いうことなんだよね、まあ、一番民主党政権がやられたと、ね、そうそう、中国とうまくやられるのが一番怖いわけでしょ、うん、何でしょう、敵国なんだから、うん、アメリカのやっぱり不沈空母だからね、日本列島は、うんうん、第8艦隊なんだから、うん、第7艦隊じゃ第8艦隊なんだから、だからそこを中国と仲良くされたりロシアと仲良くされたりするとまずいんで、だからおそらくその安倍さんもね、うん、ロシアと仲良くなりすぎたっていうのは一つあるんだよね、それはあったと思う、ウラジミールとか言ってね、うん、一緒に歩こうとかなんとか、まあ、俺はまだ死んでると思ってないけど、うん、まあそういうなんかさあのそうね、強いリーダーが欲しいよね、うん、だからね、誰かいないのかな、今の政治家じゃいないよね、おらん、いないよね、うん、あの山本太郎は頑張ったように見えるけど、うん、俺は結局死んでない、あれはあの人の役割やもん、うん、そうそう、ガス抜き、ガス抜き、ガス抜き、あの天皇万歳だから、うん、結局そこ行っちゃうんだよね、そう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 、あれはそう、だからさっき、まあ立花でも右からのこと言ったけど、左側もっとやばいからね、うんうん、左の方がやばいよね、なんかね、共産党とか、うん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 、立憲とかさ、確信犯だもんね、うん、あの人たち別に左じゃないし、そうそうそう言ってるだけに、前の番組でも言ったけどさ、うん、宮本賢治と、うん、それから誰だっけ、岸信介が同じ町の出身だ、うんうん、だる、うん、ね、そうね、ないでしょ普通、もう完全に敵と味方をね、うん、作ってる、それは東京ならわかるよ、うん、だからもう、ね、そうそうそう、試合にしちゃう、あ、こんな簡単なことはないわと思うね、うん、同じ故郷のやつ連れてこい、そうそうそう、うん、私思うのはね、うん、その新しい強いリーダーが出る前に今例えば LGBT 法なんかやってると、うん、私あれ女性蔑視に戻すのつながってるなって感じるんですよね、うん、私もそう思います、その時にそのおかし LGBT 法案を決めたのは自民党なんだから、うん、それはおかしいんじゃないんですかって、もうね、女性が言う以外ないんじゃないかなって、うんうん、身をもってね、うん、おトイレも行けないし、うん、更衣室も行けないし、温泉も行けないっておかしいじゃないですかって、恐怖だよね、女の人がこう言わないと、うん、絶対嫌よ、あの温泉に、ね、そうそうそう、男性が入ってくるのなんか言ってる、ネット上じゃ結構言ってるんだけど、うん、届かないんだよね、届かないっていうか、というか実際そのまだ被害がない、うん、よね、ただ埼玉だけだよね、あれ人も言ってるじゃん、こんな法案だから、そうそうそう、だからそういうふうにおかしいおかしいっていう声がそのものすごく上がれば変わることは変わる、うん、だから その LGBT 法案を逆に利用したらいいんじゃないかなって私は思ったんですけど、そしたらさ、例えばさ、大胆な推測をしちゃいましょうか、うん、何でしょう、そうすると女性の、うん、有力なこう政治家がね、うん、出てきて、うん、政権交代になるようなね、うん、求心力のある女性の政治家っていうと誰が思い当たるでしょうか、今の段階で吉野瑞穂瑞穂ちゃんはでもあの誰他に瑞穂ちゃんトイレで出会ったんやで、あ、本当にほんで、ああ福島さんって言ったら、ああって向こうもなんか知ったような感じあ、言われちゃったみたいな、でも女性が言う、その女性がほら今までもさ、なんだっけ、あの人、あの東北の人、遠くの人、女性、何いる子だっけ、ああ新潟、うん、森ゆか、森ゆかさんみたいな人が今沈んじゃってるけど、うん、別にそのなんその政党を作るじゃなくて、女性のその差別みたいのをやめてくれませんかっていう盛り上がりがないとおかしいと思うんだよね、うん、で
その広末涼子の話もそうだけど、うん、あのまたあの人って男の趣味が悪いのか選ぶ目がないっていうか本当にダメンズは好きなんだね、うん、そうやねダメンズだよね、うん、ダメンズ岡だよね漫画家にいたねそういう人あ、クラクラタマかクラタマねあの人もダメンズって自分のこと言ってたけどさあのクラタマさん結構あの言ってるからねツイッターで言ってるあの人で目覚めたの半枠だし、うんうん、そうそうそう、うんそれまではなんかあのツイッターの中で教えてもらってありがとうとかこう、うん、なんて変わってみたいだけど案外目覚めてますよ、ね、そういう前は違ったよねうん前はね、うん、だから前は違ったのああいうこと言い出したからラジオを下ろされたんですよ、ねうんうん、ああそうなんやあのちょっと下ろされた下ろされたあのまともになってきたね大竹まことのとこでそうそうで出てたよね結構言いたこと言ってた、うん、だって大竹まことだって言うじゃんすごくうん大竹まこと自体が言ってるじゃん、うんうん、結構言うけどね、うんうん、でもあのなんだっけ慶応の先生、うん、大竹まことと一緒に言ってる人、うん、あの人が金子、うん、あれがダメだもんいやもうガス抜きだねラジオ局もね、うん、もうだって文化放送だな富士山系グループだしそうだよね一緒なんですよでその何そういうほらそういうこう運動じゃないけど、うん、そういうのを女性がやらなやるべきなんじゃないかなっていう気がする、うんうん、であの政党を作るじゃなくてそのおかしいんじゃないかって女性の側の意見を 言い続けることがそれしかも道ないんじゃないかなっていう党派を超えてやってほしいよねそういうことをね田中真紀子にもう一回出てきてほしい田中真紀子ってさ正しいこと言うとお嬢様すぎるんだ。マキさんもパパがさ田中直樹がさ自民党なんだもんね。そうそうそう自民党と民主党でさ、うん、両方で国会議員やるなんてさ、うん、あの人はさもう小芝居そのものだよね。親は立派でもさやっぱりさ新潟で生まれ育ったわけじゃなくてずっと東京にいた人でしょ。うん、そうそう。そんな人のことなんか好きになれないわ地元の人はっきり言って。俺が田中真紀子がテレビ出て、うん、あの CIA のこと言ったからね。うんうんああ、やったね。試合にやられたんだっつって、うんうん、まあ、そうそう、うん、あれ見たときは、その人全部分かってるなって、うん、だって、あの人英語ペラペラだからさ、うん、あの、なんでしょ、あの人、ほら、なんだっけ外務大臣の時さ、うん、あのアメリカに行ってペラペラ喋っちゃったら、うん、勝手に話さないでくださいよって言われたって言ってたから、うん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 ああそれで降ろされたんだよね、小泉さんの時ね。そうそうそう。あそうなんか変な問題が出てきたよ、ねうん。そうそう、更迭されちゃった、うんそうそう。指輪がどうちゃらやね。弟子の官僚が全く協力しなくて。うん、あそう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 。そうそうそうね、もうあなんか一人ぼっちになって、うん、ぼっちなんでしょ、うん、あだからもう完全に干されたよね。うん、いやだから俺ね、もう一回なんかのあれで出てきてほしいんだよね。うん、まだ70。75ぐらい？そう、久米宏と同級生だし、あ久米宏、なんか同じ大学だしね、うん、同期だって、そう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 、どうだろう、私は女性としてはあんまり感じない、あの親近感は、うん、真紀子さんには、うん、確かにね、まあ、家庭を守ってる感じするからね、もうなんか命がけでやる人じゃダメだね、うん政治うん、だってあの人最終的にはヘナヘナってなっちゃうのはお嬢様だからなんだ、うん、あそうよね、うん。うんそうなの、うん、あのねすごくこう向こう気は強いんだけど、うん、最後パパって言った瞬間にハーって思っちゃうもんね、うん、ダメあのヘナチョコパパヘナチョコパパヘナチョコのところに行っちゃうからさでもそういうこうあの女性の権利みたいなのがこう奪われてくるっていうことにもっと感じないといけないんじゃないかと思うけど ね森友子なんか俺教えたんだけど結局こっちの問題もウクライナの問題も、うんそっちが当たったからね、うんうん、もうあれでいないんだよねそう、ね、そうなの、そこだよ、うん、そこ、うん、だからそれしかないんだよね、うん、だからなかなか今の既存の政治家の中じゃ難しいね、うん、やっぱり新しいその市民運動みたいなのが出ないとダメかも、うんうん、か地方議員にちょこちょこね、うん、あの間違って当選して入ってる人いるじゃん、うんうん、ねワクワクのこと言ったり、うんうんね、いろんなこと言ってる人もいるから、うん、それがバーッとなんかの用紙に出てきて、うんね、ないよね欲しいですねそう難しいよ、うん、難しいもんだって日本はさ帝国条項とそのサンフランシスコ条約とか天皇制とかでもう30ぐらいに縛られてるから、うん、それを全員みんな信じてるから、うん、その洗脳得っていうのが大変だと思う、うん、そうだよね、普通の国会議員だったらそれみんな知ってるよね、うん、おかしいって知ってるんだってあのセミナーやるし、うん、
あのプロレスラーの誰だっけ、前田か、前田明が言ってたよね、あれ前田明の YouTube よ、うん、たまにあの人はプロレスのことしかほとんど YouTube 出してないんだけど、うん、たまにこうそういう話するのね、うん、その時あの人ほら立候補しようと思ったんじゃない、うん、民主党から、うん、あったね、うん、その時に勉強会したんだって、うん、でサンフランシスコ講和条約のこと興味持って、うん、それ自分でそのあれ英語しかないから、うん、であれをこう訳したと自分なりに、うん、自分なりの役だから俺バカだしよくわかんないから本当に英語できる人にもう一回こう見直してもらったら正しいよって言われた中に、その自治権はあっても外交権がないって書かれてないとかっていうことが分かって、それは勉強会でやったってしましたよ、民主党のね。だから民主党の議員は知ってるはずだって。だからこうそんな知ってますよ、なんか自民党だって頭のいい人は。もう一度で最近そのほらなんだっけ、あの人鳩山さんがさ、うん、前から言ってるけど、いや日米合同委員会っていうのがあって全然知らなかったんだけど、うん、私たちの意見なんかも全然分かんないで、こういつの間にか言われてきて、それがなんかここに来てるんだって初めて分かったんだよねっていうのを結構言ってるじゃないですか、うん、それ結構出てるしね、ツイッターでも。だってあれ民主党政権の時に、うん、地震あったじゃん、うんうんうん、あの後の平田なんとかオリザっていう人が内閣のあれに入ってて、そのあの人がなんか公園で言っちゃったんだけど、あの官邸、首相官邸の裏にいつも外人がいるんだって。外人がいてね、もうあれこれ支持するんだって。公園で言ってんだよ、内閣参与の人、その当時ね。で、福島の汚染水を外に、海に負け、ね、出しちゃえって言ったのは、まあ、アメリカ人だって、ね、言ってんだよね。で、それがバーンと表に出ちゃって、その後すぐ撤回したけどね、でもそのあれは動画に残ってるからね、今でも。今でも、巻きたいんだよね、海に巻きたいんだよね、汚染水。そうそう、処理水になったけど、この名前として本当かしら。重要なことは全部もう日本人が決めてんじゃないですよ。そう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 、そういうことをね、知らないと。今ほら岸田がものすごく悪い悪いってツイッターの中でも言われてるけど、うん、いや岸田悪いっつっても言わね、命令されてることをやってるだけだから、うんうん、だからそこまで言わない人はやっぱり煽りなんだなって、うん、そうだよね、思いますよ。だもう国会の選挙も茶番茶番だ、茶番茶番。国会でさ、まあ、原口さん最近ね、うん、いろいろディープステートとかね、いろいろ言ってるけど、そういうことも言ってるし、コロナのことも言ってるし、ウクライナなったってますね、DS とか言ってるもんね、うん、言ってる、DS とか言ってるけどね。だからまた頭はげちゃって、そうそう、ああいう国会で本当言っちゃえばいいのに、みんな生放送してる時に、そうそうそう、みんなで言うべきだよ、あれでしょ。だけどみんな人風鈴なんでしょ、だからあ、まあそういうの脅されてる、要するに脅されてるんじゃないですか、弱みつかまれてるからね。そうそうそう、あれもうね、政治家当選したり、で官僚でもある程度の地位になったら、もう必ず尾行がつくんだって、尾行がついて、もう弱みをとにかく握るんだって。そうです、そうだよね、弱みないやつははめて、ハニトラとか、ハニトラ、それでもう写真撮っちゃって、全部握るんだって。ダメ世界。だからダメなんだよね。いや本当汚い世界だよ。だからその、に引っかかんなかったのは唯一小池さんですよ。小池。広明さん、原発の助教だった、京都大学助教だった小池さん。だから小池はバカだって言われてたもん。だから痴漢に間違えたら嫌だから電車にも乗んない、で自転車、で あの人ずっと助教授って言ってもほらあれ助教授じゃないんだよね、助教授じゃないよ、助教、助教の助手、昔の助手、助手扱いだから、ずっと定年まで出世は一回もしてない。だから公務員なんだよね、一応京都大学の先生だから公務員だよ。そうそうそうもちろんだけどね、その小池さんも言ってたけど、出世なんかをするといろいろ言われるから出世もしなくてよかったって、本当に。だからあの人だけは誘惑には全く、なんかそういうのがいろいろあったみたいです。あの人裁判の証人になってるから、ものすごくなんだっけな、原発事故とそのこう保証のなんかの
裁判だって全部負けてんだけど、うん、その時あの小出さんが全部そういうの証明してったんですよ、うん、だからすごい脅かされたって言ってた、うん、だみんなもう魂売っちゃうからね、脅しに釣るか魂売っちゃうかいや魂 2億円あのこうやられたらどうしますか。え2億円そっち行きますいやここに積まれたらさ売るよね、人間だもの。弱みなくても2億円こうやられたらさ、はいはいどうもありがとうございますってなるよね、うん、多分おそらくそれは人の気持ちとしてあると思うけど、だから売国奴になった人を責めたりはしないですよ。そういう誘惑は誰だってあるんだもんね。だけど責めるよ俺は竹中のことはあの人生まれつきちょっとあるじゃない、うんうん、だからそのまあ金に釣られたやつはしょうがないですよ。なんかね、うん、なんて日本で民族的なあれがあるじゃん。そう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 、なんかね、あのね、民族的差別ありますよ。差別とか、うん、いろんな問題が、特にやっぱり西ですよ、うん、そうね、うん、ないもん関東の方には、うん、関東ないよね、ほぼね、うん、ほぼない、うん、まあ俗に言うブラックミンっていうのはぽつぽつこうね場所的にあるみたいだけど、だけどそんなことじゃないからね、そのことを知らない人がこう、うん、もうほぼないくらいだから、うん、その人たちがいる地域はあるけど、うん、ないくらいでもあるとこ、そのまあそこ言っちゃなんだけど、その地域であるとこはこの関東茨城とか栃木にもあるんですけど、中身は全くその関西の童話と同じひどい、ものすごく。西の方はね、まあ俺も昔住んでたけど、そのエレいわゆるエタブラクと、うん、あとまあ在日系のブラクとあるんですよね、うんうん、でもそれが、まあ、混ざったようなところもあるし、うん、だややこしいんですよ。そうなんですよ。栃木県の事件で、うん、それは表にあんまり出てないけど、同級生のことを金づるにしてずっと働かせて、あの給料全部奪ってたっていう同級生の事件があって、うん、最後に自分のひどい話なの、最後にあの山中に穴を掘らせて自分が死ぬ、本当に掘らせて、で髪の毛も本当つるつるにしちゃって、それをね栃木の日産に勤めてる人だったんだけど、で最後にその人のこと殺したんですよ、うん、で殺してそれは警察の息子なんですよ、うん、だからなかなか事件化されなくて、やっと事件化されて、で裁判やって、あの民間でね、そういう民事でやって保証をもらったのに多すぎるって言って、その警察がその家に乗り込んでもっと保証下げろっつって、それ加害者の親なんですよ。すごいね、栃木県警すごいね。それね、ブラックなんですよ、うん、そこは、うん、表に出てないけど、うん、だから昔ね、うん、あの警察署とか、うん、税務署ってあの、うん、署ってやるじゃん、うんうん、あの字を分けると、うん、これのものになるわけ、うん、上にこれが、うん、これじゃん、数字の4がね、うんうん、で、物って書く、うん、だから税を取るもの、うんね、警察、まあ、やっぱそっち系じゃないかとかね。そうじゃないですか、だって戦前はそういう警察の方はさ、うん、一般の人もそういうブラック差別民のことを殺しても殺人って成立しなかったんだから、うん、戦前はね、あ戦前じゃないけど、うん、ずっとそれは未だにこう静かにそのそこの方ではあると思うけど、うん、ていうかもともとそういう税を取ってた人がブラック民になって、うん、で税務署になったみたいな、うん、あだから嫌われてんだみたいなね。ああ確かに、なんとなく特効的なこう断罪門系が、うん、あの警察になったりね、要は、うん、元々は税務署になったりね、天皇とか、まああれの守り人みたいな、うん、そうですよね、税を取るみたいな周りって、あのこう汚れ仕事、うん、そういう人たち嫌がれるから、みんなに年を納めさせたり、うん、税金取ったりするとね、だからそういうのの一番前に行って嫌われる仕事がやっぱお金が良かったっていうことなのかな、うんうん、特権階級ですよ ね、 そうですよね、特権階級だから、うん、今ね、たまにさ、あの国民みたいな、なんだあの政府なんかこう申請した時に、うん、そういうあなたはまだ働けるから総務員で働きなさいなんていうとこあるよね、
あるある、それ言ったとこは、言われた人はだからそういう人たちなんですよ。あれそれ保険会社の相生童話整備とかでやな、はい、あれの童話ってなんであの童話なの、なんで童話なんだろう、うん、ね、うん、不思議でしょ、今でもそう、なんでよくそんな名前使ったなって、それも大阪本社だからね、もともとね、あ、大阪そういうものなのかもね、うん、完全にあの字だもんね、そうね、相生童話あい損保とかって、うんうんうん、え、なんでこれ、私は童話火災って、あれってど、あ、童話火災ってもあるね、うん、あの童話、うん、と同じ字書くけど、字書くけど、なんか、うん、あれかな、略してんのかね、いや、ずっと童話だな、ねえ、略してわざわざあの字を使うってのすごいよ、ね、だから、そういう童話問題が出る前にその名前使っちゃってたからね、あ、うん、明治の何年頃なんだろう、うん、創立は20年ぐらいだと、ね、結局戦後だからね、童話問題って出てるのはね、うんうん、昔はブラック問題って言ったね、昔は解決しなかったですよ、うん、その問題があってもずっと解決しない、今も解決しないけど、一応ほら今はこう表向きは解決した感じだったけど、戦前は全くもって解決しなかったっていうか、問題があっただけで、もうしょうがない、あの、これこうなってるんだからね、ヒエラルキーになっちゃってるんだから、うんうんうん、あの、なしようがない、そうそうそう、昔はそうだよね、で明治に部落解放同盟というか、あの何なんとか宣言か、なんだっけ、部落解放のなんか宣言なんとか社、水平社、あ、水平社、水平社、うん、そう、あれがバーンと出て、あの熊本だった、いや、奈良じゃなかったかな、奈良か、奈良か、うん、奈良か、うん、で、そう、で、奈良に天理大の隣とかって聞いたよ、あるのそう、だからあの辺ちょっとね、ほんと怪しいのよ、そっちだよね、うん、天理の天理大の隣に水平社があって、うん、その水平社の後ろに大きな古墳があるって、うん、古墳守ってなんじゃないのかっていう話だけど、大和神社だっけ、大和神社だっけ、神社もあるね、手にね、大和神社ね、そう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 、だから共産党系の解放同盟最初にできたのがそこやからね、うんうん、そうそうそう、うん、なんかあのね、その古墳を守る人々とか、うん、そういう人たちがそのこう汚れた人って言われて代々やってたような気がするけど、得た、あの神社得たとか古墳得たとか、それでその神宮なんだっけ、神武天皇か、神武天皇陵を守っていた得たがいたんだよね、でその人いたらしい、いたらしい、神武天皇陵ってどこにある、橿原、橿原、橿原、うん、だから大阪よりだね、うん、奈良の大阪より、うん、で、その神武天皇って別に言って神武天皇の墓、その古墳かどうかは分からなかったね、実際は、うん、あの江戸時代なんて本当ちょっとただ荒れ果てた山みたいなもんだからね、うん、だけどそれを神武天皇っていうことにしたのね、うん、明治に、明治になって、でそうなのよ、だから明治時代でも そうそう作られたのよ、そうそう、天皇制にしても、そう、うん、全くそう、うん、それでその人たちはそのそこにを守ってた人だけど、うん、そっくりどっかに移動させられちゃって、うん、で素晴らしい天皇陵がね、神武天皇陵ができたっていうことがあると、またそこに秘密がこうできちゃうわけでね、うん、そういうことが関係してんだよね、うん、あの裏世界のことでは、そうだから明治時代に全部ガラッと変わっちゃって、あの、ね、天皇っていうものを立ててからものすごくほら、うん、あの、いろんなことが変わっちゃった、うん、なんだけど子供の頃、うん、こう時代劇とか見てたじゃん、うん、水戸黄門とか、うん、その前の銭形平次だとかさ、電子取り持ちとか見てるわけじゃん、うんうん、で、ある時にもうちょっと、うん、中学生になってからなんかの明治時代なんかのこうお札見るじゃない、うん、お札、お札、うん、貨幣、うん、お札を見ると竹の内のスクールとか神宮皇后がお札に出てくるのね、そうそうそう、一、うん、円札の、でその時のね、違和感がね、これ明治時代の方が江戸時代より古いんじゃないのっていう感覚になったよね、うん、そうそう、で、モデルがだって、みんな神代の時代の人がモデルになってお札ができちゃうんだもんね、うん、うん、だから竹の内スクリーンですね、これ見た、お札出されたでしょ、誰だか分かんないけど、でもだって、神宮皇后にしろ、竹の内スクリーンにしろ、うん、顔なんか見たことある人いないんだから、うん、なんでお札にできちゃうの、うん、聖徳太子もそうだけど、うん、お札になっちゃったんだよね、なっちゃったね、うん、
何なんだろうねあの時代はっていう感じだね。うんうん、まあ、だからもう歴史で作られてますね。そうですね。本当にまず矢切止めよとね、鹿島昇はね、読まないとダメだね。で、未だにさ、不敬っていう言葉を使う人いるんだもんね。こないだ言われてる。ね、びっくりする不敬とか、もうそれをほら戦前復古主義の人たちがそういうのをどんどん出して、あの、じゃあ若い人って分かんないじゃないですか。うん、私らの子供世代の人はさ、不敬なんて言われたら、うん、で、その。イメージのこう陸軍とかね海軍の人って、うん、あの今見るとすごくクラシックでかっこいいんだよね、うん、こうなんつうの、 あの、うん、制服が、うん、軍服着てね、軍服着てね、うん、さっきのは同期の世界じゃないけどね、うん、そういうのでこうかっこいいとか言うとからこう洗脳していく、うん、それがものすごく感じる、うん、それはね漫画、私結構漫画読んでるから漫画の女子のこう少女漫画なんかもそういう傾向あるの。そのわざと明治の話書いて、その軍服書いて、うん、それで憧れる、ハイカラさんもそうだったね、確かみたいな。大和だってそうだもんね、室にね、うん、それがもう、明治から、あの、あれが今のエセ右翼の役割ですよ。そうそうそう、その民間の、だから天皇とかね、その広末涼子みたいなその女性が不倫したっていうのが、うん、もう男性の不倫の100倍ぐらい悪いんじゃないかっていう、うん、こうあの印象操作ね、うん、してるじゃないですか、うん、でもそれって本当は明治から始まったその男女差別みたいな男尊女卑みたいなって、うん、江戸時代はそこまで男尊女卑じゃない、うん、だいたいその結婚制度もないし、うん、女の人が嫌だったら見下り犯突きつけてとかいうことだったから、うん、その本当にその明治から天皇制っていうのを入れてから、うん、あのすごく変わっちゃったよね、うん、そう俺もそう思う。江戸時代から明治になってからその人権とかね、うん、それに意識が変わったと思う俺、うん、天皇、もう天皇って特権階級作っちゃって、そうです、その人はもうみんな下級だって、その頃大日本帝国憲法では、うん、あの私たちみたいな庶民はもうあの天皇の、そういう、こう慈愛で生きてんのよって言われてたから、うん、あなたたちが幸せなの天皇の慈愛で生きてんのよって恩師ですよとか言って書いてあったやつ、大日本帝国憲法に書いてあるからね、そういうらしきことが。だから俺は済生会病院は行かないことにした。あの恩師されたとこね、うん、昭和天皇恩師済生会病院とか賜ってるからね。恩師だよ。だってその江戸時代まではすごく貧乏な三宅だったんだよ、ただのね。でしょうね。そう、本当にあの貧乏な三宅、まあ、一大名みたいな、一大名だね、あの位置づけだからね、うんうん、だけど一応ね、うん、征夷大将軍は天皇が任命するみたいなのが、まあ、一応言われてっから、そういうあの慣習があって、で一応そこにこう名誉をつけてたんだけど、でもそれもあの天皇家っていうのは、うん、その前のなんだっけあれ、足利か、うん、足利ね、うん、足利の方にその天皇家って移ってたよね。足利尊氏の血がね入ってんだよ今の天皇家には、うん、そうなんです。だからあの狐川藩にその足利の子孫がいるんですよ、うん、だから狐川藩は参勤交代はなかったんです、うん、水戸もなかったけどね、水戸の方狐川藩っていうのがあったのかとかちょっと、まあ、あったみたい。狐川にそのとにかく足利が血が入った人で、天皇の中に足利が無理やり強姦して入れたっていう歴史ではそうなってんだけどだから水戸半島狐川は最近来てなかったんだよね。なかった、うん、そうそう、うん、だから上半って常に江戸にいた、うんうん、そうだから引退してやっと水戸黄門も水戸に来たわけだ、うん、で、うん、成明なんかもそう、ほとんどあの東京にいたんだけど江戸屋敷、小石川、隠居っていうか蟄居を命じられ水戸に来るわけだ、うんうんうん、だから後楽園、なんか ね、いろいろその何ていうのこう、江戸末期と江戸初期にいろいろなこう、その頃も変わったことが多かったんだよね、うん、まあ、江戸時代から明治ほどではないと思うけどね、何しろ江戸時代とか、うん、ちょうど室町からは、まあ、だって今ね、ちょっと古事記の本をね、うん、元利宣長って
知ってるでしょ、大体、うんうんうん、社会習った人はね、うん、森本織田が国語にも出てくる、社会の教科書にも出てきたから、そのぐらいの名前は知ってると思うんだけど、うん、その古事記伝っていうのを書いて、全44巻のなんか古事記を、古事記っていう本をその江戸時代の感覚で訳したわけだ、うん、でその本をちょっと読み始めたんだけど、結局古事記は今古事記って言えば奈良時代の頃に書かれたものだっていうのは大体の人が知ってると思うんだけど、うん、江戸時代に知ってる人なんかまずいないんだ、うん、ほとんどいない、一部の坊さんと一部の学者ぐらいしかいなくて、うん、庶民は知らないわけ、うん、だからそういう中で実際にそのアマテラスとかスサノオだとかって言ってたの、うんうん、あ、その名前使ってたのかっていう、そうそう、まずないよね、知らないんだから、うん、だからまあなんだ、明神って言ってたみたいだけど、うん、江戸時代はその神社のこと明神様とかだとかって、うん、明神とね権現様に分かれるんだね、そうだね、権現様になってたから、うん、その直接な固有名詞を知らないっていうか、あったにしてもね、うん、そういうことはあまり言わなかった、ね、天神様ぐらいは有名だったろうけど、うん、だから、うん、それが明治になって、うん、やっとこうアマテラスとか広まってくるわけね、うんうん、あのね、割合その、まあ、平安時代あたりから想像つくと思うんですけど、その前のことはちょっと奈良のことって分かんないけど、平安時代って言われてるあたりから江戸時代までって、あの庶民の暮らしってほとんど変わってないんですよ。で家の建て方も一緒だし、あの習慣も一緒で、あのよく御節句にあの勝負を飾ったりするじゃないですか、であれ魔除けなんですよ、でなんていうの、その台風が来たり風が吹いたりいろんな天変地異が起きた時はもう魔除けしかやんないんですよ、平安時代から江戸時代まで、でその時にもう毎日のように家の前に勝負を飾る、魔除けしかやんない、でそのぐらいその本当に江戸時代の庶民っていうか農民のレベルって全然変わってないんですよ、多分弥生時代から変わってないんですよほとんどね、それでその、うん、あの天皇ができるのはその何、例えば明治とか昭和ってそういう元号を変えること、元号を変えてその役を落とすっていうんで、江戸時代は3年に1回ぐらい元号が変わってる、だから何かそうなの、自然災害が起きるとたびに元号を変えるんだよでそれをずっと同じことをし続けてる、だからこうなんか今でいう高島田みたいな頭足なんかしないで、頭なんかみんな長ければ言われてあのこんなところに帯するなんかあんな時代劇はなくて、全部普通に着回してこう紐で祝いとかみたいなあとほとんど裸足、まああったかいい時はそういうことできたみたいと思うんだけど、結局その全然その暮らし向きが江戸時代まで変わってない、江戸末期の頃に少し変わったかもしれないけど、農民は変わってないね、原始時代じゃなくてだから縦穴式には住んでないぐらいですよ、縦穴式って縦穴式ってよく名前聞くけど、どんなやつか分かんないでしょ、分かんないでしょで縦穴っていうからものすごく縦穴深いものだと思うでしょ、せいぜい80センチなんだ、50センチから80センチのちょっと溝をこう穴を開けて、そこに柱をこうまっすぐ立てないで斜めに屋根をつけちゃう、こういう形なのね、でそれがだいたい室町ぐらいまで続いて、室町ぐらいになったやっとこう鎌倉か室町のね柱を立てるようになって、こういう形の家になった、まあ床ができたで、この今映ってるこの家だって普通にこう家っぽく見えるけど、天井行ったら当時っていうかその室町とか弥生の、あのかやぶき屋根、ただ竹を合わせこう合わせてね、ここに茅乗っけていくだけだから、茅と藁乗っけていくだけだから、同じだよ、やり方は、ね、やり方同じ、弥生時代と変わってない、そんなもんだったのね、そうなね、縦穴式もさ、私縦穴式ってそら今みたいにさ縦穴式って聞いた時は、1メートルぐらい掘ってんのかな縦穴って、でも1メートル掘った時にどうやって住むのかなって疑問がすごい残るって思って、縦穴式を見るとさ50センチぐらい掘ってやこう丸いみたいなとこにね、こう掘りやこうなんつうの、水いわばこう水槽のないような形ですよね、でそこにそのこう何こうあの藁がこうねテントみたいんですよ、こうね放射状に上縛ってでそこにみんなで住んでんですよ、それ不思議だけど、あのその何
飴とか食ったら、うん、その穴には水入んないのかなとか、うん、そうよね単純に考えるじゃないですか、うん、一応周りにこう水を切るみたいだけど、うん、テントあるときにね、うん、周りにこうやりなさいって言われたみたいにね、うん、こう水を切ってあるらしいんだけど、うん、いやー分からない、あのいろいろ博物館とか行ってみても本当に、うん、本当にこれだなと思っちゃうよね、うん、ただその遺跡として穴は残るっていうこと、うん、で柱なんかよく見るよね、うん、その遺跡って言ってね、そうそうそう、あの教科書で有名だったのは弥生時代のトロ遺跡、うん、静岡の、うん、あれの写真載ってたけど、うんうん、いやー本当にあのテント50センチぐらいの深さの穴を開けて、うんうんうん、直径8メーターね、8メーターか10メーターなので、うん、でそこに放射状にこう、うん、竹か、そうそうそう、な、うん、ながらって言うんだけど、うん、杉の細い丸太をやって、うん、縛って草をのっけて終わり、うん、そうなんですよ。で地べたに寝たのかと思うじゃないですか、うん、で何も好かなかったのかとか、うんうんうん、地べたに寝ないよね、うん、だって地べたに寝るとそれこそ虫がこう、しかも中あったかいし、うん、あの虫だって 雨降ると嫌だからって虫の中に入るから、うん、そんな虫だらけのとこにどうやって寝たのかって説明ないですからね、うん、全然そういうとこ行っても廃寺でさえね、わらベッド作ってたのにね、そうだよだからね、星草のベッド、実際はね、あのこう、あのほら三内丸山遺跡みたいにこうすっごい柱が建てられたわけでしょ、うん、縄文時代に、うん、なんでその人は縦穴なのかなっていうそれちょっと違うなって感じるよね、行くと。だから柱は絶対立てたけど、うん、焼けちゃえば残んないし、うん、穴なんか塞がっちゃうから、でも穴はね掘れば分かるから、うん、あの発掘した時分かるからね、うん、でも形としては間違いないんだろうけど、ただそこに何年いたのと、うん、親子、まあ、2代はいたとしても、うん、3代4代いたのかというと、うん、はてなになってきて、うん、結構移動してたんじゃないの、だから縦穴式でね、私は縦穴式自由居ってあのテントのようなものでね、簡易できるから、うん、あの移動して狩猟してる人が使ってたんじゃないかな、みんなで暮らすなんてちょっと考えにくいなっていうふうにはちょっと思っちゃうんだよ ね、うん、発見されたのが少なすぎるからね、そう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 、モンゴルとか行くとあれですよね、完全にね、ゲル、あとね、なんかロシアの方 の、 こうあの遊牧民の中で鹿、カモシカをあの遊牧させてる人たちがいいんですよね、うん、でその人たちは穴掘って、でカモシカのこう川とか周りにこうやっぱりテントにしてね、テントにして、ね、今までもやってますよその人たち、ロシアのね、あのシベリアのね、そうシベリアのね、うん、もうエスキモみたいな感じの似たような人たち、うん、差別用語エスキモって差別用語なんて言うのね、あエスキモって差別なんだ、なんて言うんだっけな、なんて言ったっけな、忘れちゃった、まあ、その人たちと同じような生活今もして、うん、それであのもうなんていうの、その日本だってのもともと農耕民族じゃないでしょ、うん、ああ基本的にほら縄文時代になると狩猟になっちゃうでしょ、うん、あ 狩猟だよね、狩猟採取になるわけね、移動しながら、うん、移動しながら、そう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 、まあ、やっていく、だから本当の家があったかどうかも分かんないしね、分かんないんだよね、でもね、そうそうそう、まあ、三内丸山みたいに村作っちゃうとこもあるし、うん、今ね、弥生になると吉野ヶ里みたいな今話題のね、うん、ことがあるし、でやっぱりあれだよね、百姓農業を本格的に始まったら定住すると思うけど、それまではあっちこっちいた方が便利だもんね、そんな立派な家作んないよね、そうそうそう、あと栗とかね拾って食べてればいいわけだからね、秋にいっぱいね、うん、どんぐりとか栗とか、どんぐりケーキとかはあったみたいですよね、どんぐりのこうおやき、うん、みたいな粉で作る、なんかこう今山を見るとさ、うん、杉ヒノキがたくさん植わっちゃってるでしょ、うん、大体どこ行ってもね、うん、で雑木林が全てこう山全てだっていうところって少ないんだよね、うん、だから感覚的に分かんないんだけど、実は本当に明治あたりまではどこ行っても雑木林ばかりで、うん、あのどんぐりでも何でも取り放題取れたのね、うん、昔はね、あの家を建てる分しか杉とかヒノキって植えないんですよね、うん、家を建てるためにしか、うん、そうそう、ところこれ商売にしちゃったからね、うん、山全部もう杉にしちゃったりとかしたけど、うん、だからそれをいや
山の自然はすごい綺麗ですねとかっていう人を見ると、うん、バカが何言ってんのかこれは山を崩してない、山をね雑木林を切って杉を植えたんだから自然破壊って言うんだよ、うんうん、あその自然破壊なんかもそうだけど、うん、ほら今メガソーラーのことを自然破壊だって言ってるね、うん、人たちもいるし、うんうん、あのそれもツイッターに何回も書くんだけど、山の地主だ、自分が山の地主になってみなさいって、うん、山でお金生まないのに、うん、メガソーラーつけたら毎年何、ま 毎, あのー、毎月 何十万何百万入ってくるんだよ、うん、どっち選ぶの、うんうん、って言ったら誰もねメガソーラーつけるでしょ。だからこの辺の空き地だってすごい作ってますね、メガソーラーになっちゃったし、うん、まあ多い、うん、もう耕作放棄地メガソーラーになってる。ただここは山はねちょっと向きがね、うん、南向きじゃないから、うん、でも放棄地がいっぱいあるから、うん、うちの山もね南向きだったらメガソーラーにしちゃったよメガっていうほどには広くないけど、うん、まあね、うん、いろいろその問題を変えてる人もいるだろうけどね、うん、いやそりゃ施工業者が悪くてさ、うん、崩れちゃったりするけど、うんうん、あの杉とかヒノキはね根っこが 深く入らなくてこう張っちゃうんですよ、うん、それだから結構崖崩れしやすい、すぐこう、うん、保水力がないです。保水力ないの。だからあの熱海で、そう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 、あれメガソーラーとか、そうです、メガソーラー道路ね、うん、アクセス道路でね崩れたの。開発して、うん、その地盤が悪くて、うん、あの雨で崩れちゃったんでしょ。あれは政治家絡みのあれで、うん、あの許可無理やり出しちゃったんでしょあれ。あれがだからあのなんていうの、道路が絡んでるんですよ。やっぱそうなんだね。あの開発業者が、うん、の人が。ね、解放同盟じゃなくて、なんか全国童話会とか、なんかね、うんうん、あのそういう会、うん、童話のね、うん、組織の人が建設会社にいてやってて、うん、それと熱海市がこう交渉してて、うん、でまあいい加減な土盛りとかなんかいろいろやっちゃったもんだから崩れたんじゃないかっていう、うん、今説が出てて、うん、そのどう童話関係の社長のね、うん、インタビューが YouTube 出てるんだけど、うんうんうん、よく聞いてみると、うん、その人童話出身じゃないんだよね、うん、ああそう言ってたね、俺も見たなそれ、うん、要するにエセ童話なんですよ、うん、エセ童話出身じゃないのに俺は童話だ言って脅して仕事を取ってくるわけですよ。童話だと認可を降りやすい、そうだよね、いや今ね、うん、ほとんどそれぞれ、うん、エセ童話、うんうん、特に近畿地方に多そうだね、瀬戸はね、うんうん、もうね、それがもうめちゃくちゃ面倒くさいことになってるじゃん、ね、利権だよね、そう、そう利権、利権、だから、うん、童話利権、うん、各国でも名刺に童話って書いてるから仕事バンバン来るよ、一斉童話扱ってるんですけどね、ああいう日程使ってるんですけどね、多分違うと思うけどこんにちは童話ですって、うん、いや、そう、ものすごい、だからそのね、童話に対する許さっていうのが未だにあるっていうことでしょ、そう、要するにその人たちを何とかしなきゃいけないっていうこう枠があるから、そこにかんもうなんていうの、童話の人もいろいろ大変だけど、こう例えば関西から関東に来るともう全然関係ないから童話関係なく普通に結婚してる人もいるじゃないですか、うん、で今はね、うん、本当はもう童話問題とかそんなね、差別問題とかあんまないですよ、うんうん、そうと思います、自分がそんな差別的にないじゃん、全然、うんうん、ないない、それをさ、わざわざそれあるようなことをして事件が生まれるわけですよ、あの掘り返すんですよね、そうそうそう、なんかいつまでも慰安婦で金くれってる国と似てるね、まあまあまあね、うんうん、そう、まさにそうで掘り返すね、利権を捏造して儲かる、相手のも結局そう、なんか絡むと厄介やから、もう絡まんとこうやみたいな、で必ずそういう口利きをする政治家がいて、うん、あの仲抜きするわけでしょ、そう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 、ブローカーね、うん、もう政治家っていう名前もブローカー、ブローカーね、でそういう人たちがさ、こう陳情してどこどこのあの、うんうんうん、とこだ省庁に陳情して声も泣いててるから、うんうんうん、もうね、中抜き中抜き、もう中抜きっていうの中中じゃないけど、うん、そんなばっかり、あのオリンピック中抜きもそうですね、うん、20万が1万5000になったとか、うん、1日20万出すのかな、だけど日当、うん、そういう見積もりを認める方がもおかしいよね、そうなのよ、そう、だからそれを
認めざるを得ない団体が入ってるわけですよ、うん、であの福島の汚染処理の、うん、ね、うん、あれだって8つぐらい、うん、10個ぐらい中抜き業者がいて、そうそうそう全部あのヤクザみたいに入ってるわけですよ。そうそうそう、ヤクザっていうか反射さんの反射的な団体がこう行ってこう集中集中して、うんうんうん、ね。でもその集中集中したらさ、なんかテントがなくなったよね。隅田川のとこによくあったブルーシートの人たち、あれ以降なくなったのね。なくなったでしょ。あの人たちだって。あの人たちどこ行ったんでしょうか。私は福一のあの処理に行ったんだと思ってますが。うん、だそういう、うん、あのあ、ね、あなんか そんな見たことあるな、なんかね、うん、そういうこうあの手配師が昔テント村だったからね、うん、1時間過ぎたからね、うん、消して、なんか取り留めのない話を1時間しましたはい、それで終わりにしたいと思います。終わりなの、これ、あ、これはこれで、うん、わかりました、はい、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございます。